どうもこんにちは、世界的 VIP 現影です。皆さんファイヤータブレット大好きでしょ。僕も大好きで7、8、10全部ね所持してるんでございますけども、そんな中ねファイヤー HD10 の新しいモデルがね出るみたいでございますよ。でしかも魅力的なのが前の世代のね、ものと比べて 30% サクサクと動くというところが非常に魅力的で、結構パフォーマンスが良くなってるんじゃないかというねお話なんですね。で他にもね変わってるところがあって、このファイヤー HD10 なんとですねタイプ C になりました。ついにファイヤータブレットにタイプ C がっていう感じですよね。あの iPad もタイプ C になった時にウォーって盛り上がりましたけども、この HD10 がなんかタイプ C になったって聞いてなんかすごい自分の中で盛り上がってるんですよね。もうわーついにタイプ C かっていう感じで、なんか非常に嬉しいなと思います。その他もう一つすごいことがあって、なんと新色が出ます。新しいカラーね、これすごくないですか。ファイヤータブレットといえばやっぱブラックっていうイメージがもう皆さんついてると思うんですけど、なんとホワイトとブルー、こちらがですねラインナップです。はい、これすごいよね。なんかホワイトちょっと画像で見たんですけど、なんかすごいちょっとキュートな感じ、なんていうのかなキュートな感じというか、なんかね洗練されたようなデザインというか色が素敵ですよね。でブルーも見ましたけど、ちょっとポップな感じで、あーいいなーと思って、なんかちょっと今までのファイヤータブレットとやっぱ違うねっていう感じですね。なんか色でもやっぱ変わってきますよね。はい、そしてオーディオですね。オーディオなんですけども、ドルビーアトムスオーディオ、サポートしております。でアレクサは当然使えますね。なんでスマートスピーカーの代わりとしても使えるみたいです。で注目したいのはこうですね、ピクチャーインピクチャー機能が使えるようになったということで、これどういうことかというと、例えばですね、まあ Amazon のプライムビデオとか、まあ Netflix とか、まあサブスクコンテンツたくさんあると思うんですけども、そういった動画をですね、小窓で再生しながら、例えばブラウザでなんか調べ物したり、まあ Twitter、SNS 見たりっていうことができるみたいです。これはすごいね。で、あとまあハードウェア面ですね、耐久性がものすごいいいということですね。これ調べによると、最新のね、iPad Pro と比較したデータがあるんですけども、まあ4倍のね、耐久性を誇ると、いうことでございますね。これ Amazon の落下試験で証明されてるみたいですね。はい、ということで Fire HD10 が新しくなって出てくるということですね。まさか Type C になるとはっていうか、カラーはなんとなく予想はできるじゃないですか。 もしかしたらなんかホワイトあたり来そうだなっていう印象はあったんですけど、まさか Type C にっていう感じで、そこら辺がちょっとねいろいろ驚きで、ちょっと気になるかなっていう感じですね。皆さんどうですか、 Fire タブレットお好きですか。僕はねもう本当にコスパのいい端末だと思っております。ぜひですね、皆さんもお手に取ってみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。